わあ、桜咲いてる。おお、いい空気。すごい、川越って私あんまり来たことなかったのですごい新鮮です。どうなく遠山です、よろしくお願いいたします。なんかこういうドラマの撮影みたいなのって本当に初めてなので、なんかシーンの順番もバラバラですし、なんか今は自分は何やってるんだろうっていうのはちゃんと分かってないと、なんかどういう表情したらいいのかとか全然分かんなくなっちゃうんで勉強になりますね。初めてだっけ？本当にほとんど初めてですね。正直全然感じない。本当ですか？なんか今どんな顔してるんだろう自分とかも全然分かんなくて、もう少し羽を外していいのか、もう少し収めた方がいいのかとか分からなくて、出来上がりがドキドキですね。はい、続いてはこちらに来ました。学校です。あ、いますね。いたなって感じです。はい、はい、はい。よー。はい。はい、カット。はい、はい、はい。悪くないです。じゃあもう一回行きましょう。はい、ドラマパート難しいですね。いやー、これはなかなか一日でも慣れない。いやー、でもこう、自分が普段どう動いてるのかとか、すごいなんか客観的に勉強になりました。私って、なんかこう、普通に振る舞っているようで、全然なんか、ストン教のやつだったんだなと、すごい思いました。なんか、私まだ今日、MV 撮ってるっていう感覚があまりなくて、なんか不思議な気持ちで、全然またファーストとも違うなーっていう感じなんですけども、これから、ね、まだちょっと外明るいですけども、日が暮れまして、そこから夜のパートを撮っていきますよ。楽しくやっていけたらなと思いますので、頑張るぞー。もう一回やってみてもいいですか？もうワンテイク志願したいと思います。理由みたいなの言ってもいいですか？理由ですか？なんか、やっぱり大事なシーンかなと思って誰？っていうのと、もしかしてみたいな、そういうなんかいろんな感情が入ってるのってどうやってやったらいいかなって思って、もう一回やってみたらなんかまた変わるかもと思って行ってみました。お父様が出てくる。よーい、はい。どうですか？はい、大丈夫です。はい、今日一日撮影してきましたけれども、無事に終えることができました。で、なんか最後にリップシンクもして、あ、 MV の撮影したなっていう感じなんですけど、もう皆さんすごい寒い中いろいろお付き合いいただきまして、お気遣いもいただきまして、私は本当に周りの方に支えていただきながら生きてこられてるなってすごく思いました。本当に新しい経験もいっぱいあって、なんか出来上がりを見るまでは私もまだちょっとどうなるかなっていうのがまだこう実感湧かないんですけど、今日撮ったドラマパートと、それからね、星空の下でなんかちょっとロマンチックなこんなのもあったりなんかして、どんな風になるのかすごい楽しみです。ということで、この後も引き続き頑張ります。皆さん、メイキング見てくださってありがとうございました。バイバーイ。